トイ -700D は地球からカジキザの方向へ約100光年離れた位置にある赤色 Y 星トイ -700 を公転している太陽系外惑星である。メディアを再生するトイ -700 系の発見と特性2020年1月にハワイのホノルルで開催されたアメリカ天文学会第235回会合にてアメリカ航空宇宙局が打ち上げた 太陽系外惑星探索衛星テスによる観測データからトイ -700D を含むトイ -700 を公転する3つの惑星を発見したと発表された。トイ -700D は惑星が主星の手前を通過することによる定期的な主星の見かけの明るさの現行から惑星を発見するトランジット法によって発見された。トイ -700D の追加観測や 特性評価などの研究結果は3本の論文にわたって発表された。トイ -700D は後にスピッツァー宇宙望遠鏡による追加観測でもその存在が確認されている。トイ -700D は地球の約1.2倍の半径を持ち、地球と同じような岩石でできた硬い表面を持つ地球型惑星である可能性が高いとされている。 質量は正確には分かっていないが、2017年に発表されたフォーキャスターと呼ばれるモデルを用いたところ、地球の1.72倍の質量を持つと推測されている。主星から約2440万キロメートル離れた軌道を約37日で好転している。この軌道は主星とイマイナス700の周囲におけるハビタブルゾーン内に位置しており、 表面温度は 268.8K または 295K と推定されている。トイマイナス 700D はトイマイナス700を公点している別の2つの惑星と同様に軌道離心率が低いことから潮積固定の影響を受けており、時点と公点の同期が発生していると見られている。表面に液体の水が存在し、 さらに表面に大気が存在していれば地球上で考えられるような地球外生命にとって適した環境が整っている可能性がある。このようなハビタブルゾーン内を公転する地球サイズの太陽系外惑星はトラピスとマイナス1系の惑星などいくつか知られていたが、ですがこのような太陽系外惑星を発見したのはトイマイナス 700D が初めてであった。 トイ -700D が持ち得る可能性がある20通りの環境パターンをシミュレーションで検証した結果、トイ -700D の表面温度は最も低い条件では 236.7K、最も高い条件では 360.8K となった。シミュレーションを行った研究チームは、トイ -700D が類似した条件下にあるトラピスト -1E やプロキシマ、 ケンタウリビーなどの太陽系外惑星よりも地球上で考えられるような地球外生命の存在に適している可能性を示している。トイ -700D のようなテスによる地球サイズの惑星の発見は2021年に打ち上げられる予定のジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡や地上からの追加観測で大気成分を調べる機会をもたらすと期待されているが その透過スペクトルの特性から、トイ -700D では、大気の有無は判明しない可能性が示されている。ありがとうございます。